どうも、アイアス 120% の男、ブス島です。マリンフィルド実況プレイ、やっていきたいと思います。はい、ということで、前回 B 地区のエイリアンの相当をしたと言ったところですかね。それでまあ、もう終わりかなと思ったら、ちょっとまだまだ続きそうな感じでございます。なんか、ねえ、まあ、とりあえず、ビルの方が、ビル、ディックだっけ？ディックは死んじゃったか。ね、ジンの方がとりあえず腕の方の修理をしてと言ったところで病院から出てきたところです。メイちゃん可愛いな。やっぱこれ見てよ、16色のこれ。ここのね、頬骨のあたりのこのね、ハイライトとさ、もうシャドウの付け方、いやマジ神がかってんなこれ。すげえな。ね、包帯も痛々しいし、まあまあ、でもとりあえずおでこもちゃんと怪我してたから、ちゃんとね、絆創膏を貼って、2050年でも絆創膏はこの形と言ったところでございましょう。とりあえず見とこうか。ジンの左腕は傷口に包帯が巻かれている。俺は包帯なんかみっともないから嫌だって言ったんだけど、年取った看護婦が無理やり巻きつけたんだよ。まあ2050年でも包帯と。で、こういう風に文章が出てる時アニメーションするって感じなんだよね、全体がね。まあちょっとそこら辺はもうメパチとか普通になんかね、何でもないニュートラルな状態でもなんかしてて欲しかったところですけど、まあまあまあしょうがない、しょうがないね。まあとりあえずおっぱい見とこうか。もう心配ばっかりかけて。はあ、そういうな、あの時だってマジで死ぬかと思ったぐらいだぜ。リーナ自身、ジンの元気な姿を見て安心してるようだ。そりゃするってのは俺だ、するよそりゃ。リーナ、お前そんなに俺のことを心配してたのか。心配なんかしてないわ。だってジンって首を切り落としても死なない男だって知ってるからね。それはね、生きてるから言えることですよ。仲いいな。お前人を化け物みたいに言うな。リーナも口ではあんなことを言っているけど、本当はとてもジンのことが心配で仕方がないに違いないだろうな。ジンは腕に包帯を巻いてもらったようだな。出血は止まったらしいし、これで一安心だ。まあそうだね。あんなにわめき散らしていたジンが今では何事もなかったかのようにケロッとした表情だ。なんか2050年まで行ったらもっとこうパッと治りそうな感じもするけど、そんなことはないんだね。痛みがなくなれば俺は強いんだよ。さっきまではただやかましい男だったけどな。でも痛みって重要っすよ。ないとね、困っちゃいますからね。まあまあまあ、あとこっちかな、メイちゃんだな。メイはジンが元気な姿で戻ってきたことにとても喜んでいる様子だ。ジンの傷が最後の心配事だったメイも、これでやっと一安心だな。今回は俺たちはメイに対して心配ばかりかけていたもんな。いやーね、でも本当だけど、いやでもよかったよジン。いや誰も死ななくてよかったね本当。ジンが元気になったおかげでメイの表情もゆとりが出てきたようだ。もう心配することはなんて何もないと。まあ話していこうか。まったくジンは昔から弱虫なんだから。ワゴンの中では大変だったよ。早く病院着きたい一心でダニスさんがアクセルを踏み込むたびに痛い痛いって叫んでるし、カーブを曲がればサーキブはブレーキ踏むとまた叫ぶし、あれじゃ運転してるダニーさんがかわいそうよ。悪かったよ。どうもダニーさんすいませんでした。いやいや気にすることないよ。ジン君がこうして元気に戻ってきてくれたことだしな。いや本当だよな、これで死人が出たら本当な。ディックは残念だったけど、いやいや本当ね、よかったよ。もうあまりうるさかったら気絶させてしまえばよかったかもな。うん、私も一瞬そう思ったけど、ジンって思ったより頑丈じゃない。普通に殴ってくれじゃ気絶しないと思ったのよ。お前らシャレになってねえよ。憎まれくじもいいね。でもね、でもヨガとは大したことじゃなくて、いや俺もこっからなんかウイルスかなんか感染してさ、こうなんか負荷でもすんじゃねえかと思って、ちょっとかなりドキドキしてましたけどね。ジンはヒューマノイドより強い体してるから、ちょっとやそっちは壊れたりしないよ。俺の体はロボットか。あ、まあまあ同じですね。ジン、出血がかなりひどかったけど傷はどうだったんだ。かなり深かったみたいだが、もう大丈夫だよ。すまんなジン君。ダニーさんのせいじゃないですよ。俺がもっとしっかりしてればこんなことにはならなかったんだし。いやでも未知の生物とやり合ったらそうなるよね。実際未知の生物に対峙した時、ブス島だったらどうすっかな。いや未知の生物だとどこが弱点か、どこが効くのかも全然わからないし、ちょっと難しいっすね。しかしあんな傷が10分程度で治るって一体どんな治療したんだ。消毒してスプレーみたいなものを吹きかけて終わり。意外と簡単だったよ。
なんかあんまり出血がひどかったら火傷させちゃうって手もあるからね、傷口でも。あんまり深いと無理だけど、瞬間接着剤っていうのもね、手ですからね。消毒はわかるが、スプレーとは出血を止めて傷口をくっつけるものだってな。あとは完全に傷口が塞がるのを待つだけよ。おー、あれか、傷コロリみたいなやつかな、パウダースプレーってやつな。あれ似てんだよな、結構傷コロリってな、くっつくんだけどなるほどね。でも塗ったりはしなかったんだ、ばかりかけていたもんな。いやーね、でも本当だけど、いやでもよかったよ、人、いや誰も死ななくてよかったね本当。マリンフィルト、みんなお前のことを心配してたんだぞ、あんなにギャーギャー騒いでたからさ。俺は自分の血を見るのが怖いんだよ。ハート様っすね、それじゃあね。人の血なら別になんてことないけど、とにかくみんなには心配かけちゃって悪かったよ。もう痛みもないし、あとはレバーでも食って血を増やそうかな。あ、レバー美味しいっすよね。レバニラ炒めも好きなんだけど、ブス島ね、あの肉レバー炒めというのが好きでね、豚肉とねレバーをね、こうね、白菜、玉ねぎ、人参ね、あとキクラゲ、タケノコあたりを入れてね、あんかけにしたね野菜炒めが好きでございますね。あれはよく作りますけどね、私ね、うん、今度作ったらねツイッターにでも載せましょうかね。お前は人や血の気が多いんだ。少し減った今が一番バランス取れてるんじゃないか。まあ憎まれ口もいいですね。まあまあまあいいでしょう、めいちゃん。ジンの傷が治って本当によかったわ。これでまたみんなで遊びに行けるわね。まあね、俺はシードのおごりだったらどこでもついてくぜ。言ってろ。憎まれ口もね、元気だからできるんすよ。シードもジンももう危ないことしちゃダメよ。あの化け物を倒した今となっては危険なことをしたくてももうできないよな。他にもいろいろあるでしょ、バイクのことにしたって。事故ってまたみんなに心配かけるようなことじゃダメだってこと。そのことなら俺じゃなくシドに行った方がいいぞ。大きなお世話だ、せっかく事故ったことを忘れかけてたのに。なんだかせっかくジンも元気になったことだし、このまま解散するのもちょっと寂しいわね。そうだな、どっか遊び行きたいよな。こんな大げさな包帯なんか巻かなくたっていいのによ。このぐらいだったら絆創膏で十分だよ。いいじゃないの、包帯巻いてると傷の絶えない男って意味で貫禄がつくわよ。そうか、別に俺も包帯が嫌いとか言うわけじゃないし、いや、包帯結構熱いからね、辛いっすよ、巻いてるとね。お前、傷の前に脳みそ直してもらえ。もうこれも定番のやりとりですね。だけど本当にこのぐらいの傷で済んでよかったな。まあね、だけど俺の力不足でこうなったんだ。自業自得ってやつだな。まあ本当ですよ。でも本当良かったね。遠くかな、また。まあレバー食ってとか、あの怪物もやっつけたし、ジンも無事に帰ってきたことだし、今日はパーッと飲み明かさない。いいね。お、いいね。同じこと言うね。もちろん今日はジンのおごりでね。ちょっと待てよ。どうしてよりによって俺なんだ。ジンがみんなに心配かけたのよ。そんなこと言ったらシードの方が心配かけてるぜ。それに俺は今日コーヒーとコーラ、パフェ代を払ってるんだぜ。パフェはお前が食ったんだろ。だけどお酒は傷に悪いんじゃない。まあ出血してたらまずいだろう。大丈夫、ジンはお酒飲まないと元気にならないから。俺はアル中か。いや、傷ついてる時酒飲むと血ドバドバ出るぞ。そうと決まれば早速行こうぜ。いつものバーでいいだろう。そうだな、あそこならダニーさんも喜んでもらえるだろうからな。いや、わしは遠慮しとくよ。若い者同士、行っておいで。いや、老兵は静かに去る。いいね、俺もこのタイプですね。え、どうしてです。せっかく仕事が終わったんだから、パーッと派手に騒ぎましょうよ。わしはまだ調べ物があるからな。今日はこれで失礼するよ。ジン君のバイクは先ほどワゴンから降ろしておいた。ダニーさんが来ないのは残念だわ。仕方ないよ、いろいろと忙しい人だからな。それじゃあダニーさん、いろいろありがとうございました。また家の方に遊びに行きますから。あ、いつでもおいで、みんなもな。よし、俺たちも繁華街へ行こうぜ。ジン、バイクに乗れるか。大丈夫だ、繁華街で会おう。おあ、いいね、今までとはちょっと違うね。2050年歩きタバコ OK のようですね。左の方、歩きタバコでございます。 D ブロックの繁華街だ。夜ここに来るのは久しぶりだな。かわいいな、めいちゃん。やっぱりこのね、リナのね、アヒル口っぽいところも嫌いじゃないぞ。俺は昼間と違って人がたくさんいるわね。おお、いいじゃないですか。ちょっと見とこうぜ。メイは心配事がなくなったし、あまり酒の強くない。メイも今日だけは飲むかもしれないな。ブス島一切飲めませんのでね。シード、早く中に入ろうぜ。俺腹が減って死ぬそうなんだよ。あ、わかってる。俺だって今日は何も食ってないからな。ん？あの男、肩にイグアナ乗っけてるぞ。え、どこ？
この子とか可愛いな。リーナはお酒が強いから今日は負けないようにガンガン飲んでやるぞ。リーナはウキウキした表情で俺を見ている。早く店に入りたいのだろう。いや、こういうね、集まりってあんま俺はね、つるむのは好きじゃないんですけどね、まあメスがいるこういうグループってちょっと羨ましいところありますよね、やっぱね。うん。ジンは腹が減ってるようだな。今日はたらふく食って飲んでベロベロになって帰るような気がする。でもお前らバイクで来てんだろ、飲酒だろ、まずくねえか。飲酒はダメだぞ。シード、何を見てるの、早くいつものバーに入りましょうよ。ほら、歩きタバコですね。この繁華街もいろんな人が集まるからな。あの男のように変なやつもそう珍しくない。まあ変なんだろうな、これ。あ、本当だ、イグアナ乗ってる肩に。これはあ、この後ろの店が気になってしょうがねえんだよ俺。まあとりあえず当ゴーで行けん、あ、もうゴーで行けますね。なんで風俗店行けないのこれ。まあまあ行けるか、そろそろ。やっぱり行けねえな。あ、これで行くのか。よし、朝まで飲み明かすか。やっぱりね、どこでね、あの入っていいかわからないか難しいね、やっぱり範囲がないとね。やった、メイはねシードと一緒にいるから嬉しいんだろうな。おお、こういう組み合わせですか、いいっすね。相変わらず賑やかな店だな。 BGM がかっこいいな。これうまそうだな、鉄板のやつな。私は壺八ステーキが好きでございますね。とにかくこれで全てが終わったんだ。乾杯しようぜ。乾杯。いやー、いいね、これうまそうだな。テーブルの上にはいろんな料理が置かれている。俺が毎回注文するポテトグラタンは今日に限って品切れだそうだ。とても残念。美味しそう。でもなんか BGM ってなんかデッドオブザブレインの感じもするし、これタイトルの時の BGM でしょ。いいね。今日今テーブルの上に置かれている料理はツナサラでサイコロステーキ、あ、うまそう、エビせん、それにメインの注文したシーフードピザだ。どれも俺の好物ばかりだ。メインはね、好物知ってんだよ絶対。この店の料理はその辺のレストランで食べるよりずっとうまいんだ。冷凍のものは一切使ってないし、やっぱりコックは一流なんだろうな。でもね、安くてうまいもんって好きなんですよ。よくね、高いもんって当たり前ですよ、うまくて。もし高くてまずかったら怒りますもん俺。うまくてまずい、あ、うまくてまずい、なんだそれ、わかんねえな。安くてまずいものっていうのはまあ値段相応って感じなんですよ。でも今ね、そんな食えないほどまずいもんってなかなか世の中ないんだよね、俺の感覚だと。でもね、安くてうまいものに出会った時のあの感動はね、いいですね、やっぱりね。だからもう料理は値段じゃないと思ってますからね、私は。うまいもんは安くてもうまいんですよ。まあ俺の舌が貧乏症っていうのもあるけどさ、高いもん、うん、高いもん食ったことないかって言ったら、高いもんって食ったことあるんだけど、妙に気使ってね、食った気しないんだよね。だから俺はどっちかっていうと、そのね、高いステーキを食うよりも俺赤身肉が好きだからね、ステーキだったら。どっちかっていうと本当にね、脂のあんまりない肉が好きですね、私はね。うん、なんかその方が肉食ってる感じするんですよね。それをね、もうブルーレアみたいな血の滴るくらいのやつを、もう塩と胡椒とつけてニンニクで食うのが大好きでございますんでね。うん、乗っけてもあとバターくらいかな。ほとんどね、そのソースとか使わない方が多いな、俺つけるとき。つけるときっていうか食うときね。その方が俺はなんか好きでございますね。あとはやっぱりね、そうだね。肉って言うと焼肉なんかもそうなんだけど、俺焼肉タレつけないからね。なんかね、焼いてそのままパクパク食べちゃうんですよ。え、タレをつけない理由？つけるのがめんどくさい。以上ですね。まあ、単純はレモンはさすがにつけるけど、それがもうほんとつけない。そのままパク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 食ってますね。味十分ついてるからね。まあまあいいでしょう。行きましょう。この店が気になってしょうがねえんだよ、俺。まあとりあえず当ゴーで行けん、あ、もうゴーで行けますね。なんで風俗店行けないのこれ。マリンフィルト。シード、お腹空いてるでしょ。そうだな。ここのところろくなものを口してなかったからな。給料が入る前なんて山芋とご飯だけだった。最高じゃん。行ってくれれば差し入れ持って行ってあげたのに。優しいな。このワイン傾けてるあたりが可愛いね、またね。じゃあ今度は俺も頼もうかな。ジンには私が激辛カレー作ってあげるわ。リーナのカレーは味はともかく鼻血が止まらないんだよな。この二人いいな、やっぱな。この事件は無事に終わったのもメイがダニーさんを紹介してくれたからだよな。あの時ダニーさんのところへ行かなかったら今頃東京中がパニックになっていたかもしれないんだ。そうね。だけどあのカメラを見つけたのも、こうして無事に済んだのも、全てシードの力があったからだと思うわ。俺だけってわけじゃないよ。みんなが頑張ってくれたからこそ成功したんであって、俺一人だったら何もできなかったと思うよ。
まあそうだね、いやいいやつだねシードね。メイもいろいろ助けられたよな。そうかな、何もしてないつもりだけど。そんなことないって。いやメイはかなり役に立ったぞ。とりあえず右吉よろしく。じゃあちょっとこっちね。だけど今日繁華街でシードに会ったのは本当に偶然なのかしら。どういう意味？今日の朝なぜか繁華街に来ないといけない気がしたのよね。でもそういうのあるよね。そうか、そうすると大体嫌なやつやるんだけどね。きっとそうよ、神様が導いてくれたんだ。おこれまた目と喧嘩すんじゃねえの。目の顔キッとかなんねえよな。そりゃ俺じゃなくてきっとジンに会うためだと思うな。ブー、あきったね。ジンてめえ吹くなよ。いやびっくりして。リナは本当にお酒強いんだな。どのくらい飲めるんだ。どのくらいって言われても極限まで飲んだことないからわからないわ。すげえ。じゃあいつも俺たちと飲むときはどのくらい酔ってるんだ。そうね、ほろ酔いぐらいかな。今度底なし野郎め、金かかるな。何よさっきまでギャーギャー騒いでたくせに。それに私は女であって野郎なんかじゃありませんからね。その通りだ。げ、聞こえてたか。仲いいな。でもしかしあの化け物を相手にリナもよくやってくれたよな。そんなことないわ。いくら打っても全然当てることできなかったし、シードが来てくれなかったら今頃私たちは敵の晩御飯になっていたかもしれないんだもん。晩御飯ね。リーナはともかくジンはまずそうだな。バカだな、俺はうまいってば。いやほんと仲いいなこいつら。今もこうしていられるのもシードのおかげよ。そんな大げさな。まあまあまあ次ジンかな。しかしシードは悪運が強いっていうかすげえよな。あんな化け物を倒せるなんて普通の人間じゃ絶対無理だぜ。腕だったら俺の方が上手だろうな。あ、行ったね。じゃあ後でそこのゲーセンで勝負すっか。望むところだ。負けた方は相手の部屋を掃除をするってのが条件だ。げ、それじゃあジンが有利じゃないか。バカ言え、俺の部屋は清潔って評判なんだぜ。それじゃあ勝者は私とメイからキスのプレゼントをつけるわ。マジか、それは嬉しいな。え、私も？よし乗った、絶対勝つ。男って単純だよね。ジン、お前今日飲むペースが早いな。まあね、今日こそはリナに勝つつもりだからな。どうかしら。すでに10対2でリナが勝ってるぜ。ゲッだけどあの時のシードは男の俺でも感心したぜ。あの時ってほら化け物と戦う前にどうなったじゃんか。なんて言ったんだっけ。こんなやつに東京を渡しまるかでしょ。そうそう、あんなに輝いてるシード見たの初めてだよな。酔わせよ、照れるだろう。いや俺はシードに惚れたよ。やだ、男が男に惚れるなんて。違うんだ、男気に惚れるってことだからな。それうん、気持ち悪いだけだな。違うんだよ、お前ら若いな。だけどあの化け物の触手によく弾が当たったよな。どっかで銃の腕を磨いてたのか。ジンと同じそこのゲームセンターでな。なんだシードも言ってたのかよ。どれ銃の扱いがうまいわけだ。でもねクリアしてないからね。モグラ叩きくらいだったよ俺。そういえばシードのバイト先は B ブロックじゃないっけ。そうだよ、俺は失業しまったけど来年にはセラさんの会社働かせてもらうんだ。そうなんだよ、その話があるんだよ。え、セラさんってあのアクセルコーポレーションか。すごいじゃないかシード。この間マシンガンを取りに行った時セラさんが声をかけてくれたんだよ。いいわね。それどんな仕事をするの。俺はディスクワークなんて向いてないから B ブロックの工場で働かせてくれるそうなんだ。だけど B ブロックの再建に4年くらいかかるって聞いたわ。それまでどうするの。それまでは本社で雑用でやってるよ。いいな、俺もそんな一流企業で一度でいいから働いてみたいな。おめえもだよジン。そう言うだろうと思ってジンも入れてくれるように頼んできたよ。ほ、本当か。なあシード、本当か。あ、セラさんの方も今は人手不足らしくって逆に頼まれちゃったよ。ジン、よかったじゃない。シードは俺のために。なんだこんなところ泣くない。でもね嬉しいよね、そういう風なのって。わかるわ。でもよし、今日は就職祝いも兼ねて朝まで飲むぞ。兄ちゃん、こっちのボトルおかわりね。いやいいじゃないの。あ、ジン飲みすぎだぞ。いいんだ、今日ほどめでてえ風はねえんだ。血出るぞドバドバ。あ、ゲット、あ、これかな。何を食べようかな。食べたいものがあったら私が取ってあげるわ。いいよ、恥ずかしいから。このね線がまたねいいんだよこれね。俺これが取りたい。シード酔ってるの。あれ、リナを取ることはできないようだ。シード大丈夫。もう一回。何、どうしたのシード。あ、ごめん、料理を取るつもりが間違いだ。ごめんね、酔っ払ってっから。ごめんごめん。ちょっとこっちも行こうかな。あ、もうびっくりさせないで。あれ、俺は何をしようとしてたんだ。いや、おっぱいをちょっとね。
メイのこと一生懸命掴もうとしてたぜ。俺酔ってるのかな。シード、お前酒癖が悪いぞ。いや、そんなつもりじゃなくて、いろんなことがあったからシードはきっと疲れているのよ。もうこれはね、好意のあるねオスに対しての言葉ですね、これはね。うん、好意がなかったらふざけんなってもうぶん殴られますからね。おいシード、もう酔っ払ってんのか。おっと、俺は何をしようとしてたんだ。もうしっかりしてよ。おっと、陣を取ることはできないよ。もしそんなことをしたら俺はまたみんなが毛包扱いだ。お、来たね。そういえば B ブロックで陣と行動してた時に敵の幼虫のことを何て言ったんだっけ。なんだっけ。あ、確かクモとか言ってたな。そうそう、クモだ、クモ、青いクモって言ったんだ。だいたいあんなにでかくて、それに青いクモなんてどこを探したってそうはいないぜ。だってそんなような形してたんだもん。今まで見たもので表現するしかないでしょ。まあそうだけどさ、クククク、雲だって。もうそんなに笑わなくたって、あれはでも雲っぽく見えるな。ゴキブリにも見えるし。ジン、いつまで笑ってるのよ。あ、ごめん、もう笑いません。クククと、クッ、この男飲みすぎよと。まあまあまあね、私もその幼虫見たかったな。ねえ、どんな形してるの。形か、やっぱりリナに言ったような雲のような感じで、色は青色というより水色に近かったかな。まあ16色だからね。うん、水色。うん、それで尻尾が長かったよな。足も何本か生えていたけど、あんなもん数えてる暇なかったけど。変な生き物ね。私も見てみたかったな。まあね、地球にあるもので例えるのはやっぱり雲が一番似てるかもしれないな。うん、確かに歩き方も似てたよな。それで頭に口がついていて。あ、後ろにいるじゃん。うんと、ほら、ちょうどあんな感じだ。おお、ギャグやってんじゃねえ。うわ、マジかよ。おお、後ろ振り向いた。ってことはまだいるってこと。な、何よこれ、最終回まだまだ先っぽいな、これ。ほ、本物だ。おお、シード離れて。あらあら、マジでエイリアン。うぎゃ、どうしてこんなところにいるんだよ。幼虫は俺たちが全部殺したはずじゃなかったのか。俺たちが B ブロックを探索している間に一部の幼虫がこっちに移動してたとしか考えられない。キャー、おお、戦闘か。まずい、このままで被害増える一方だ。とにかく気迫を表に出してくれ。ここは俺がやる。分かったわ、気をつけて。お、いきなり戦闘かよ。おい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 、おらおら、おい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 、おお、ちょっとちょっとちょっと、やばいやばい、ダメージ食らった。一回、おお、結構いっぱいな、まだこれ。おい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 、まあ弾か、弾のリロードがないからまだ楽でいいな、これ。弾のリロードあったら結構やばいですね。おお、でもさ、この16色でさ、16色ってこの頃にやっぱりこういうアクション性のある、こういう FPS 目線のこれって結構珍しいんですよ、ゲームで。だからやっぱりそういうところがこのゲーム面白いところですよね。マウスカリ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 クリックカチカチやってますけど、あと何匹だ何匹だ。あ、一発食らった。やばいな、倒したか。あ、あと一匹。よし、おお、デッドオブザブレインとは違って、こうウィークポイント一発ってわけじゃないから、なかなか気持ちいいものあるけど大変ですね、これね。なんてやつだ、デパートにいたやつよりスピードも数もある。とにかく敵がこれだけじゃないはずだ。早めに手を打ったら大変なことになるぞ。飲んでる暇ねえな、これ。シード、あの幼虫はかなり繁殖しているようだ。この人の多い D ブロックにいる以上はあのレーダーで探すことができないぞ。ああ、分かってる。完全にやっつけてたと思っていたのになんてざまだ。まさかこんなところに来ていたなんて。どれにしてもこのままだと D ブロックも崩壊させられてしまうわ。最悪な事態だな。敵の位置がわからない以上は探しようがない。あの幼虫が全て成虫になったりしたら、この地球があの化け物の巣になっちまう。怖いわ。とにかくダニーさんにも相談した方がいいな。俺たちだけじゃ今のままではどうすることもできないからな。すぐに行こうぜ。 OK。シード、早く中に入りましょう。ああ、分かってる。はい、ということでね、今回はね、まだまだ終わらないマリンフィールドということでね、いや、まさかこんなところでも幼虫出たとは思わなかったぜ。いやー、もうすぐエンディングじゃねえとか言ってたのが俺がバカでしたね、これは完全にね。はい、ということで、
今回はこれくらいで終わりにしたいかと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼いたします。ブース島でした。ではでは、ご視聴ありがとうございました。続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。常識では考えられない発言コンストラクションブース島、あなたが体験するのは明日かもしれない。